中学生の娘が何か悩んでいるようです。落ち込むことがあった様子です。具体的に何があったか知り、助けになりたい。でも娘からは何も話してくれません。私は何があったのかと不安です。話してくれるのを待つ方がいいですかうん。なんかね、あの、話しやすい。 状況だったら話してるはずなんですよ絶対話した方が楽になるからなんか話したらまずいことになるんじゃないかなっていうのがあるから話さないわけでそれの最大の要因は怒られるかもしれない <laughs> 怒られるかもしれないなんですようんでだから親は大体さあの やっぱり心配だから怒っちゃうんだよね。なんでそんなことしてんのみたいなさ。だけどそれすら嫌なんだよ、子供は。もうすごく悩んでる時にさらに怒られたらさらに辛くなるから、十分落ち込んでるから、今。だから、絶対怒らないっていう態度でいるしかないよね。何があっても、私はあなたの味方です。味方になりますっていうさ、態度、雰囲気。まあ、それっていうのは、 普段から出しておくことが重要なんだけどさ何があっても私はあなたを受け入れますっていうかさだから何だろう正論を言わないっていうかさ正しい間違い間違ってる悪いことみたいな感じで叱らないみたいな感じうんそれをやっちゃうと話しづらくなると思うんですよねなぜならもしかしたら正しい悪いみたいなさそういう 判断をつけるとしたらもしかしたら娘さんは間違ってることしてる可能性があるんだよ間違ったことして落ち込んでる可能性があるじゃんその時にさ親にさ話したらさお前は間違ってるってさ怒られちゃったら嫌じゃんだから話せないっていう可能性もあるしまあ、とにかく落ち込んでる時に怒られるのが一番やだから落ち込んでる時に一番やっぱさ望んでることっていうのは受け入れてほ欲しいってこと悩んでる自分を受け入れてほしいってこと辛い自分を だからそれは辛くなるよよねね落ち込むよ、ね、とかさうん説教は説教というか正しいこと間違ってることとかそういうのは後で教えることでまずは心を受け止めてあげることなんだよねうんそういう雰囲気作りまあ言ってもいいかもねまるちゃん私は何があっても怒らないから何か 悩みがあっったら言ってねとかさ絶対怒らないし一緒になって考えてあげるよって悩みをうんすぐに答えは出せないかもしれないけど一緒に考え,るよ考えようよみたいなさその一緒に考えるってことはさ心を使うってことじゃんそれが重要なんでそれが欲しいから子供はうん親が心あ うちの親は心を使ってくれる、ちゃんと心を使ってくれる私のためにと思ってたら絶対話してくれるから、まあそういう雰囲気作り。うん。でやっぱ話してくれる方を待った方がいいんだよね、話せよって言って話させると多分嘘つきますよ。<laughs> うん。話せるんだったら絶対話すじゃないですか。心が楽になるんだったら。 なのに話さないってことは何かしら不安があるからで恐れてるっていうか,かそれを取り除いてあげることだよね取り除いてあげるうんまずは怒らない受け入れる辛い気持ちを受け入れてあげるそれは辛いよねってで一緒に考えてあげるっていうプロセスうんそれができるってことを 伝えていくことだね。まあいろんな伝え方あるし言っても信じてもらえないかもしれないしさ、うん、そうそう不安ですよね不安だけど不安だから娘が悩んでる何があったんだろうって不安になるからそれが 娘を愛する限り、娘を愛しているから、それが強く、娘を愛している気持ちが強くなればなるほど、話してくれないことに怒りを感じちゃったりするからさ、話せよみたいな、だからそれが嫌なんだよ。多分、娘様多分とか、絶対なんだけど。<laughs> それをやらない。あ、不安は不安で話した方がいいよ。不安っていうかさ、助けになりたい気持ちとかさ、 落ち込んでるの見てるのすごく辛いから一緒になって考えたいとかさ二、うん、人で2人でシェアすればさ半分半分になるかもしれないじゃん心の重みがそういうふうに言ってみるのもいいし、うん、強制的に話させるのはあんま得策ではないですね話せよって無理やりプレッシャーかけて話させたとするじゃないですか今回。 多分次からは二度と話してくれなくなりますよ。うん。嘘ついて教えるようになる。嘘ついて教えてもらうとか問題解決できないじゃないですか。本当のことを知らないと問題解決できないんで。うん。だからやっぱり、ドシンと、ドスンと、ドシン、ドスンと構えてるって感じ、親は。何があっても大丈夫だからみたいな。うん。なんとかするからみたいな雰囲気。うん。 出しとくっていうのが大事まあ伝えてみてもいいかな絶対味方してあげるって何があっても味方してあげるってあなたがどんなに悪いことをしてても味方してあげるって言ってあげてもいいかもしれないうんで怒らないように気をつける娘を心配するあまり怒っちゃう時があるからさうん 冷静でいる自分がリラックスするしていることが大事でな大事ですね親はリラックスしている何言われてもリラックスできるみたいな子供にうんまずはそうそういう風に接してみてくださいでちょっとまた進展があったらまたなんか教えてくれてまたマシュマロで投稿してくれてもいいししたらまたどんどんちね進展してたらその時にまた私が言えることもあるかもしれないんで、うん、はい今回は以上です ありがとうございます。